ジェームズ・ミルトン・キャロルとは、アメリカのバプテストの牧師、指導者、歴史家、著述家、父もバプテストの協約者である、12人兄弟、1870年12月22日結婚。ベーラー大学卒業、1884年名誉学位。南部バプテスト連盟の指導者だった。ただし、現在彼の主張を紹介するサイトは、南部バプテストらが、 主、イエスの教える新約の聖書バプテスト教会から離れたとしている。1931年にランドマークバプテストの立場からバプテストの起源と歴史が書かれた血まみれの道ザトレイルオブブラッドを出版した。ランドマークバプテストの歴史チャートザトレイルオブブラッド by J.M. キャロル・ハット・ウィリアム・ハル、ウィリアム・ヘス・ウィツット、マーターダム・オブ、A モデレート。 ディスティンクティブ・ディ・バプティスト、エッセイズ、オン・バプティスト・ヒストリー、エド、マーク・エイ・ジョリー、ジョン・ディ・ピアス、ピアニッシュも237から78、P255、ノート70。ありがとうございます。